緊急通報用電話番号2本の電話番号 1xy 特番119番119番は火災を発見したとき、急病人、怪我人を発見したとき、事故や災害等で助けを必要とするときなど緊急時に消防へ助けを求めるときに通報する電話番号である。1890年12月16日、加入電話交換事業を創業した省は 日本初の電話番号119番を日本橋区の東京郵便電信局に指定した。消防組織を内包していた警視庁は数年遅れて加入電話に入り、その電話番号1430番が市民からの火災放置に用いられた。1917年4月1日、停止省は東京で火災放置用電話制度を導入した。これは 各電話局ごとに事前に定めた窓口となる消防署へ専用線を仮設し、火災放置に限って電話交換手に火事と告げるだけでそこへ接続される有料サービスである。1919年4月1日、停心省は東京、大阪、横浜で実施されてきた火災放置用電話の無料化に踏み切り、さらに翌年には京都、名古屋、 神戸でもこのサービスを開始した。こうして六大都市で火事と告げるだけで良い火災放置用電話制度が始まったが他の都市では消防署の加入電話番号を告げる有料放置が続いた。1926年1月20日、交換手によって行われてきた回線接続の自動化が順次スタートした。自動化完了エリアでは火災報知用の電話番号として112番が 低心症により選定されたが、誤接続が多発した。原因調査の結果、電話局の自動交換システムの使用にも起因するものであり、112番の末尾を局番に未使用の9番に改めることにより、電気的な誤接続の回避が見込めることが分かった。1927年10月1日、低心症は火災放置用の電話番号を119番に改めた。 なお、言語が、大正から昭和に変わっているが、火災放置に112番が使われたのはわずか1年9ヶ月ほどでしかない。応急救護用としても119番を使い始めたのは1936年1月20日で、警視庁消防部に新設された救急隊によるものだった。1948年3月9日に、消防組織法が施行され、警察組織から、 消防組織が分離独立し119番を引き継いだ。1949年6月1日、GHQ、スキャプの有電分離政策により、低新章は郵便ビジネスの郵政省と通信ビジネスの電気通信省に分割された。しかしわずか3年後の1952年には日本電信電話公社が創設され、電気通信省の電報、電話ビジネスを継承した。 そして日本電信電話公社の手により119番の設置基準などが初めて明文化されたのが1953年8月10日だった。消防法により火災の通報は義務だとされており、また虚偽の通報には罰則規定が設けられていて、偽計業務妨害罪に追加されて処罰される。2017年度における119番通報の 総件数は844万2390件で、内訳は、救急、救助が598万3978件、火災は7万4669件だった。また通報に使われた、回線別に見ると携帯電話42.6%、加入電話33.0%、IP 電話等24.4%となっている。同年度における、 出火の総件数39,373件のうち119番通報により火災が確地されたものは7割近くを占める27,269件もあり、この通報制度が効果的に機能していることがわかる。住民の防火、防災に対する正しい理解と認識を深め、地域ぐるみの防災体制の確立に資することを目的とし、 1987年、当時の自治省消防庁が11月9日を119番の日と定めた。1876年、アレクサンダー・グラハム・ベルが電話機を発明したが、その翌年の1877年にはもう日本へ電話機がトライしている。日本の電話の実用化は一般の加入電話よりも組織内に構築された専用電話が先行した。 1878年5月17日には、内務省から内務省刑務局東京刑事本所への11丁13件に、警察電話が加線されている。同年9月には、大阪で、また、同年12月には、横浜でも、警察電話が仮設された。このほ他、1891年12月28日、警視庁から、東京市内にあるすべての警察署、巡査派出所、 消防文書、消防発出所に非常放置機を設置し、その通信線の仮設を完了させるなど、警察組織が通信設備の近代化に積極的に取り組んでいたことが伺える。警視庁内に置かれた消防組織において、火災出場の迅速化を目的に専用線を初めて仮設したのは1887年である。放水用の馬引き蒸気ポンプのヒーや、 早期出場のため、警視庁消防本所から各消防文書へ警察電話を仮設することが計画された。その第一弾として、消防本所から蒸気ポンプを置いている万世橋発出所及び浅草橋発出所への電話線、仮設工事が同年6月24日より始まった。蒸気ポンプは火を入れてから圧力が上昇するまで20分間を要するため、早期の点火が望まれていた。 また、同年8月26日、消防本所直轄の幸橋発出所にも、蒸気ポンプを配備するとともに電話仮設工事が始まり、同年12月12日に、警察電話が開通した。少し遅れた同年12月23日には、万世京と浅草橋の両発出所への警察電話も、開通した。このように、消防組織における電話活用は1887年ぐいに、 始まった。1890年12月16日、定心省は東京と横浜で加入電話交換サービスを創業した。サービス開始より半月後の12月31日現在において、東京では1番から269番の電話番号が発売され、内務省は141番の指定を受けているが、警視庁は加入者リストにない。日本で最初に、 119番の加入電話番号を得たのは東京中央郵便局の前身である東京郵便電信局だった。これまで電報を送りたい人は最寄りの郵便局、またはその電信支局の窓口に出向いて申し込んでいた。より多くの電話加入者を獲得したい。提携申証は電話加入者であれば119番に電話し電報を申し込めるほか、 電報の受け取りについても配達されるのを待たなくても、電話越しに電報を読み上げてくれる加入者、特典サービスを展開した。それまで電報が唯一の通信手段だったため、電報を受付の119番は便利なサービスとして電話加入者に知られるようになった。当初、東京郵便電信局の電話番号は119番一つだったが、 電報受付業務の混雑解消のために319番がすぐに追加された。さらに全般用557番小包み係840番を設けて用途別に番号を開けた。さて独自の警察電話網を構築していた警視庁だったが少し遅れて低新章の加入電話を引いた。1894年6月の 電話交換加入者名簿によると警視庁の電話番号は4桁の1430番である。東京の電話の開通加入数が1000を超えたのが明治25年度の末ということから警視庁は1893年頃に加入したものと推察される。主導式交換台と交換手1896年11月、東京では加入者の急増により何は長分局が 設置されたため、電話番号の頭に本局、または何話を前置することになり、警視庁の電話は1430番から本局1430番に変わった。前述の東京郵便電信局の電報を受け付け、119番、319番も本局119番、本局319番になった。すなわちシンプルな3桁番号。 119番はこの時に消滅した。1899年9月4日付の東京朝日新聞に警鐘が聞こえてくるたびに出荷方面を電話局の交換手に尋ねる加入者が後を絶たず、電話局本来の交換業務に支障をきたすようになっており、交換手へのこの手の問い合わせは固く謝絶するとの記事が見られる。1900年4月7日、警視庁が 部署ごとに加入電話番号を仮設し、由緒ある本局1430番は警視庁消防署が受け継いだ。日本初の消防署専用の加入電話番号、本局1430番がここに誕生した。当時の電話機には相手先の電話番号を指示するための回転板はまだ付いておらず、まず自分が所属する電話局の交換手を呼び出すことから始まる手動交換式である。 そして所属局の交換手に相手方の電話番号を告げ、回線接続してもらっていた。電話番号を言わない、どこそこの誰々へは、もちろんのこと、たとえ緊急時でも、警察や消防と称する接続要求には応じないことになっており、警視庁消防署に電話するには交換手に、本局1430番と告げる必要があった。 本局1430番への火災放置として、1905年5月2日に、東京市牛込区の豆腐屋が、油揚げを揚げていた油に火が移ったが、たまたま林家が試者区で、電話加入者だったため、本局1430番へ急放し、大事に至らずに消し止められた事例がある。これは、本局1430番への出火放置を受けた、警視庁消防署が、警察電話で、 消防第四文書へ出場指令したもので、加入電話と警察電話の連携によった。しかし1905年の東京市の人口197万人に、対し電話加入数が14,440でしかないことから、電話による出火放置はまだ一般的ではなかったと言えよう。1906年4月17日、警視庁消防署、消防本部、 消防文書を消防署と解消した。市内の各警察署には1899年より加入電話が置かれ始めたが消防署は消防本部との警察電話だけだった。東京郵便局編東京電話番号簿に初めて消防署が登場するのは明治41年7月改め番である。1908年当時の 各消防署の所在地と加入電話番号を下表に示す。1908年から翌1909年にかけて、室田圭時消防本部長の発案で、各消防署の電話番号を印刷した7から8寸角のチラシを市内電話加入者に数万枚配布し、早期の出荷放置を期待したのに大失敗に終わった。その試みでは、 火災のたびに出荷場所の問い合わせばかりが一時に集中した。電話局の交換台では、交換業務がパニックになり、また消防署では問い合わせへの対応に手を取られるばかりか、消防署の電話が話し中のままとなり、本来期待していた出荷情報の提供を受けられない状態に陥った。電話による火災放置の仕組みづくりはここで一旦足踏みとなってしまった。 1916年2月より、電話を用いた市民からの迅速なる出荷放置及び、その際の電話料金の無料化について、消防と停止の関係者で協議された。火災の発見は、暴露からの監視が中心だったが、市民からの素早い電話放置こそが最も効果的だからである。まず火災放置だけは、特例として、 電話番号を告げなくても消防署へ接続する方向で話し合われた。しかし大きな問題があった。各電話局の加入区域と各消防署の管轄区域が全く合致しなかった。その上、下役中岡地町三丁目にある下屋電話局の加入区域内には第4消防署と第5消防署の二つがあった。放置者が電話機の受話器を上げると自分が住む。 地元電話局の交換台につながる。ここで交換手が放置者から出荷場所の住所を聞き取り、どこの消防署へ接続するかを判断するなどは担当業務の範囲を超えている。そもそも一国を争う緊急下において、市内各所に点在する、どの消防署へ回線接続するべきかの重要判断とその責任を電話局の一交換手が負うべきものではない。 これまで消防署の電話番号がわからない場合は、500番で自分が所轄だろうと思う消防署の番号を教えてもらい電話するしかなく、全員の電話なのに、放置者に大きな負担を強いていた。そこで、各電話局ごとに接続する消防署を1位に定め、服装しないように火災放置用の専用線を加線した。そして専用線からの入電を受けた。 消防署が必要に応じて、警察電話で他所へ連絡することになった。また問い合わせばかりが集中した過去の失敗を踏まえ、新設する制度では、継承前の通報のみに限定し、また交換手に消防と告げるのではなく、火事だと申し出ることにした。1917年4月1日、こうして東京市内でスタートした火災報知用電話を電話による、 火災放置システムの講師とする。同年10月1日に大阪中央電話局電話加入区域内で、また同年12月1日には横浜市内でも実施された。諸葛消防署がどこかさえ知らなかったり、あるいは諸葛消防署の電話番号を覚えていたはずでも、緊迫した状況下で思い出せなくなるなど、加入電話番号への火災放置に課題は多かった。そのため、 交換手に単に火事と告げるだけで消防官所へ接続してくれる。このサービスは画期的なものとなったが火災場所の問い合わせ電話で電話交換業務に支障をきたした過去の経験から低心傷は無料化に同意しなかった。火災放置用電話の導入2年目の実績は過表の通りである。従来の暴露からの火災発見に比べて火災放置用電話は 火災の早期発見及び初期消火活動に著しい効果を発揮するようになった。1919年4月1日、停心省は電話通話規則の第26条を改正し、火災放置用電話の無料化に踏み切った。郵便、電報、電話を官営ビジネスとする停心省ではあったが、火災放置用電話の絶大なる効果と公益性を認めた。無料化について、 低新省の中川健造通信局長は火災を発見しても自動電話に投入する小銭の持ち合わせがなく、せっかくの機会を逃すことがたびたびあったが、今後はそれが解消され一層の効果が期待できるとした。そして1919 19年11月1日に、京都市1920年1月8日に、名古屋市同年5月1日に、 神戸中央電話局電話加入区内でも通話料、不要の火災放置用電話の仕組みをスタートさせて、現代の119番による通報システムの礎を築いた。とはいえ1928年に日本停止学会から出版された電話放棄には火災放置のための通話が無料通話の範囲に属性占められるは火災の際におて、 通信機関の保全を図るの理由に基づくものである。と記されており、ここに低信証サイドの本音が見て取れる。低信証の本省職員たちには1907年1月の火事で庁舎の大部分を消失し、2年以上もの間バラック小屋で執務した苦い経験がある。また、市街地の火災ではこれまで幾度も電話柱が炎焼し、多大の損害を受けてきた。 さらに1913年7月には、何わ電話局の機械集全室で部分焼け騒ぎが起きており、低心症は火災放置用電話の無料化が自分たちのメリットにもなると考えたようである。無料化が影響したかは定かではないが、1920年頃より子供のいたずら電話が多くなり、学校や家庭での指導を徹底してほしいと当時の小形一郎消防部長がコメントしている。 1919年に無料化された火災放置用電話は、六大都市行政監督に関する法律が定めるところの六大都市だけで実施されていた。それ以外の中堅都市では、交換方式の自動、手動を問わず、消防署の加入電話番号へ放置されていたが、1924年10月1日の岐阜市での実施の後、次々と無料の火災放置用電話が始まった。 日米海戦の前年、1940年における実施エリアは約140になった。終戦後、国家消防庁の消防研究所が1949年1月から12月に全国192都市に対して行った調査によると、そのうち147都市で火災放置用電話が実施されていた。しかし電話が自動交換化され、 かつ119番が実施されていたのは、東京区内、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市のほかに、旭川市、青森市、秋田市、宇都宮市、前橋市、浦安市、川口市、浦安市、市川市、甲府市、岡谷市、豊橋市、芦屋市、高松市、松山市、呉市、宮崎市、延岡市の計23都市でしかなかった。 日本全国の電話の自動交換化が完了したのは1979年3月14日だった。1917年以来およそ60年間、使われた手動交換局の交換手に対する火事という掛け声はその役割を得た。ダイヤル式壁掛け電話機。受話器を外してから回転板を回して電話番号を入力し、電話機本体にある送話機に向かって話す。 1923年9月1日昼、関東地方を大地震が襲った関東地震である。この関東大震災により東京や横浜の電話局舎及び電話回線網は壊滅し、その全面復旧には1927年7月までの歳月を要した。低新省はこれを契機とし、日本で初めてとなる自動式電話交換機の導入を進めることにした。 1926年1月20日午前0時を起死して京橋局がまた同年1月25日の午前0時より本所局が交換手を介さない自動交換に切り替わったそのため両局に収容されている加入者の電話機は電話番号に対応した電気パルス信号を生成する回転板がついたものに交換されたこれまでは交換手に家事と伝えれば済んだが 自動化で機械処理させるため火災放置にも電話番号が必要になった。低新章は電話局の加入者サービス用を3桁特殊番号の中に火災放置用番号を割り込ませることにした。ダイヤル付き電話機で一番早くダイヤルできるのが1であり、その次が2で一番時間がかかるのが0である。一刻を争う火災放置には加入者サービス用1 x 11X の中からダイヤル時間が短い112が選ばれた。ただし、先頭の1についてはダイヤル時間が短いからではなく、加入者サービス用の番号は1からと決められ、他に選択肢がないためだ。なお最もダイヤル時間が短い111は自動交換システムの都合上で使用が見送られていた。百二十六年一月二十日、京橋局の自動化とともに、 火災放置用112番の運用が始まった。自動交換局における加入者サービス用3桁特殊番号は以下の通りである。もしダイヤルされた番号が相手方の都合で一時的に電話を止めていた時や現在使われていない番号にかけた場合には自動的に通知台へ回線接続され通知台の交換手がその旨を伝えた。また何らかの理由により 消防官所が112番に出ない時の案内や放置情報が不完全なまま受話器を置かれてしまった場合に消防官所の要請で再接続するために通知台では以下の運用が行われた。自動交換局に収容されている加入者が112番をダイヤルするとあらかじめ定められた消防官所に自動接続されその着信ベルが鳴る。同時に 自動交換局の通知台では、火災放置ランプと、消砂ランプが点灯し、警報電令が鳴る。消防署が受話器を上げて応答をすると、通知台の火災放置ランプが消えるので、通知台交換手は加入者と消防署のやり取りの、長話を開始する。放置が終わり、加入者と消防署の双方が受話器を置くと、通知台交換手は復旧キーを押して、回線接続を切断する。 1925年度に自動交換機が先行導入され、112番の運用が開始されたのは東京の5局と横浜の2局だった。また相変わらず出荷場所の問い合わせに火災報知用電話を使われるケースが続出していた。主導交換では交換手の起点により接続を断ることもあったが、今後は112番を回すと消防官所へ直接接続されるため、 新聞でそういう行為を戒めたり、新しく作り直された電話番号簿に百十二番で出荷場所を問い合わせないよう明記した。自動化でダイヤル付き電話機が増えると、その扱い方に市民がまだ不慣れだったため、間違い電話が急増した。新しく導入された局番を省略したり、加入者番号のゼロを省略したりするほかに、ダイヤルを呼び止めまできっちり回さずに途中でリリース。 してしまったり、あるいは、指止めまで回しても、指の抜き方が悪くて正常に回転させていないなど、加入者側に原因があるものが多かったが、電話局に苦情が殺到した。112番へのご接続も頻発したが、少し様子が違った。これは加入者の不慣れによる、間違い電話というよりも、自動交換システムの使用によるご接続という側面が強かったが、 当初想定されていたフックスイッチの振動で発生する疑似インパルス1によるものではなかった。加入者がこれまでの習慣により電話番号をダイヤルする前にフックスイッチをガチャガチャと上下させてから局番が20番台の地域へ電話しようとするときに消防署への骨接続が起きたがこれは想定外だった。手動交換用の磁石式電話機ととも 電子機電話機では電話交換手の呼び出し方が大きく異なっている。地方都市の小規模交換局区域内では磁石式電話機が用いられ、本体にあるハンドルをぐるぐる回して電気を起こし、電話局の交換手に呼び出し合図を送ってから受話機を上げた。しかし、東京の手動交換用とも電子機電話機にはそもそも手回しハンドルがない。単に受話機を外して、 フックスイッチを上げれば、電話局交換台にある加入者番号ランプが点灯する。ここで電話機のフックスイッチを手でガチャガチャと2回ほど上げ下げし、交換台の自分のランプをチカチカと点滅させて交換手の注意を引く。そしてランプの点滅に気づいて電話口に出てきた交換手に接続先を告げていた。そのため自動交換に切り替わってもこの手癖が抜けない。 人たちが少なからずいた。もし長年の手癖で、フックスイッチをガチャそしてガチャと2回上下させたならば、ダイヤル1を2度回した時と同じダイヤルパルス11が発生する。この動作に続けて、神田曲などの20番台の曲番をダイヤルしようと、すると、はじめの2を回した時点で、都合112をダイヤルしたことになり、 これが消防署へのご接続の原因だったという。この想定外の手癖問題は、後になり電話局側と消防側の双方の歴史書にご接続の原因として記録されている。3桁特殊番号の中で、ダイヤル時間が一番短くて済む111番を欠番としていたのは、ガチャ3回で111番へのご接続が考えられるためで一国を争う。 火災放置用の番号には2番目に短い112番にした。しかしそうして選ばれた112番も蒸気の理由でご接続が頻繁に起きた。ついにはご技こが多いという苦情が消防署より電話局に申し立てられたという。1927年10月1日、停心署はフックスイッチのガチャ、ガチャ行為に続けて Q をダイヤルする人はいないと考え、 加えて90番台を局番に使っていないこともあり、火災放置用の電話番号を112から119に改めた。下記にある通り火災放置用、電話112番を119番へ変更する理由を設備の関係からだと、東京中央電話局が加入者へ説明した点は注目に値する。一方的に加入者の不慣れによる間違い電話とするのではなく、 自分たちの自動交換システムにも課題があることを認めている。このように自動交換機の導入当初においては回線接続上のトラブルもあったが、1928年度の統計によると、東京市で起きた火災714件のうち119番通報により発見されたものが439件、第2位の暴露によるもの121件を大きく引き離している。 第3位は、警察電話からの通報で43件。第4位は、大きな街路や施設に設置されている火災報知機からの40件。第5位は、市民の駆けつけ28件だった。本来ならば、手動交換時代のガチャ、ガチャという手癖など、時と共に抜けていくものだ。しかし、東京中央電話局区域にある手動交換局の廃止は年月きをかけて、 小出しに進められたため、新たな自動化切り替え地域の加入者によりこの手癖が繰り返された。1938年4月1日に東京中央電話局区域に編入された大森局と江原局の局番を決める際には、あえて90番台を避けてレイ番台を割り当てている。近年になり、緊急時でも心を落ち着かせるために、ダイヤル時間のかかる、 9が選ばれたとまことしやかに語られることがあるが、実際には曲番に未使用の9へ変えることで、システム上の5接続を回避しただけである。もし当時、曲番に使われていない数字が9ではなく7だったならば、112番を117番に変えたで、あろうことから、1から離れている9にといった遠隔位置説や、ダイヤル時間が長い9にといった回転時間説。 およびそれにより、心を落ち着かせるといった心理効果説は、最もらしく後付けされたもので、いずれも誤りであると言えよう。1928年春、大阪、神戸、京都、名古屋でも自動交換が始まったが、基地インパルスによる骨接続を避けるために、1から始まる番号は局番には用いなかった。これらのエリアでも 10X、11X を、 電話局の加入者サービス用とし火災放置用には119番が指定された。従って112番が火災放置用として使われたことがあるのは東京と横浜のみだった。1938年4月1日、東京南部の大森局と江原局で零零番台の局番の使用が始まった。受話器を上げた際にフックスイッチが振動して、 疑似インパルスが送り出された場合、特殊番号 10X へのご接続が想定されることから、東京中央電話局区域内では、加入者サービス用の特殊番号を再編成して、下記のように 11X のみへ集約させた。この改正でも119番は、火災放置及び応急救護の電話番号として、据え置かれた。犯罪、強盗の通報用電話番号である110番は、 終戦後の1948年10月1日に東京、横浜などでその運用が始まった。警視庁は戦前より犯罪、強盗に関する電話通報制度の創設を強く望んでいたが低新章の賛同を得ることができず実現しなかった。警察への通報用電話の制度は戦後になって GHQ、スキャプの示唆によりようやく実現した。 東京や横浜では加入者サービス用の3桁特殊番号が 11X のみだったため、低新章は110番を警視庁や横浜市警察へ指定した。110番の最初の11はダイヤル時間を短くするためではなく、すでに東京、横浜の3桁特殊番号は11から始まるものと決められていたからである。そして110番の最後の例は、 通報者の心を落ち着かせるためではなく、東京、横浜エリアでは、単純に 11X のうち110番しか空きがなかったからである。そもそも特殊番号は、電話局自身が電話加入者サービスを行うための番号として作られたもので、消防や警察への緊急通報を目的として、創設されたわけではない。そして電話番号の指定はあくまでも、電話局の都合により、 電話局の権限で行われた。1952年8月1日、日本電信電話公社が創設され、長年にわたって低信証の官営ビジネスだった、電報、電話サービスを後継の電気通信省より同行者が継承した。これに伴い日本電信電話公社による119番の扱いに関する規則や基準が必要となった。 まず1953年に制定された公衆電気通信法第70条及び電信電話営業規則第296条で火災放置、応急救護に関する通話料を無料扱いとすることを定めた。ついで翌1954年8月10日、日本電信電話公社は火災放置用電話の番号を119番で全国統一していくことや、 設置基準を明文化した。後者にとって金銭的な収益を生まない、火災放置用電話は電話局自らが仮設することはしないこと、そしてその際の承諾権は自分たちにあるとした。また火災放置用電話は消防機関から申請があれば無条件に設置されるものではなく、原則として加入数800以上の電話局区内にある消防署だけだとする条件をつけた。 1954年夏、こうして日本電信電話公社による新しい電話サービスにおける119番通報システムに関する規則と基準が整えられた。なお3桁特殊番号を 11X の未地域と 10X 及び 11X 地域の日本立てとする方針を低信障時代から継承していた日本電信電話公社だったが、 フックスイッチの振動による疑似インパルスの発生は極めて少ないことが実験で明らかとなり特殊番号を 10X、11X で全国統一するとの方針転換が1954年12月9日になって示されている。1935年自動車の普及により交通事故が急増していた東京市では警視庁消防部が現場での応急処置並びに 最寄り救急病院への搬送を目的とし、6つの消防署に救急隊を編成することを決めた。その救急車6台の購入費用は財団法人原田関前会からの寄付金によった。同年10月10日、小栗和夫警視総監より東京停震局長に対し、応急救護用電話の仕組みの創設が要請され、停震省がそれに応えた。火災や、 交通事故などの消費者救護のために救急車の出動を求める場合、自動交換式の電話では119を手動交換式の場合は交換局を呼び出して単に家事または救急車と告げれば最寄りの消防官所へ無料で接続してもらえることになったのである。これは応急救護用電話と呼ばれた。百三十六年一月二十日、警視庁消防部に 救急指令を置き、救護事務を開始した。救急車の導入はよそにおいて、先行例があるが、119番通報に連動させた、救急隊としては、これが、日本初である。昭和11年度中における、救急隊総出動回数1022のうち491回が、交通事故によるもので、また市民からの応急救護用電話などによる要請で、出動したものは、 総出動回数1022のうち472回もあり、早速電話通報システムの成果を上げている。同年中に名古屋市、横浜市、京都市、福岡市、小倉市、戸端市にも導入された。市町村の条例で行われてきた応急救護業務が国家の法律により定められたのは1962年の消防法の改正による これにより1964年4月10日以降人口10万人以上の都市では消防本部に救急隊を置くことが義務付けられた。当時の国家消防本部と厚生省の調査では自治体の条例によって85都市が応急救護業務を行っていたが法改正により義務付けられた都市は105ありそのうち20都市が新たな対応に迫られたという 119番に電話すると消防本部の通信指令室の受付台に接続される。東京都内の場合、119番通報は東京消防庁特別区内では東京大手町の本庁災害救急情報センターへ稲城市と当初地区を除く多摩地区は立川市にある多摩災害救急情報センターへ接続されている。2010年代からは 東京消防庁に習った110番同様の集中受付制が各地で始まり、該当地域では地元消防本部ではなく消防共同指令センターが一元的に通報を受付出動指令を発するようになった。資料によると13の地域が共同運用を実施している。他の緊急通報用の電話番号と同様119番にも 回線保留機能が設けられている。通話を終了しても消防機関が切断しない限りは回線はつながったままのため即時に消防から呼び返せるようになっている。誤って119番に接続した場合は即断せず指令員に間違い電話である旨を告げる必要がある。メタル電話からの家電の場合は PSTN により回線保留、逆進が可能である。 携帯電話からの通報の場合は、コールバックのみ対応。指令台から、消防の代表番号を利用してかけ直す。1XY 通知には対応していない。近年は、スマートフォン、携帯電話からの通報が増加している。当初は携帯電話事業者の交換機から、アナログ専用線で接続する携帯であったため、各地域の代表の消防本部につながり、受理した本部から、 通報地管轄の消防本部への転送や通報内容の伝達が行われていた。2016年現在は通報者の電波を受信した基地局の所在地の消防本部へつながるようになったが、携帯電話の特性上携帯電話の位置と基地局の位置が数キロメートル異なる場合があり、必ずしも管轄の消防本部へ接続されるとは限らない。携帯電話からの通報者は、 現在いる位置がわからない場合が多いので、総務省では携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通知機能を2007年までに整備するよう検討。これにより2007年4月1日以降に販売される第3世代携帯電話には位置情報の通知が義務付けられたものの GPS の搭載は原則義務化となったため、 基地局即位での対応とした機種も多く、GPS 受信機非搭載のものが、その後も新規に発売されていた。a u では CDMA 方式だったので、GPS 受信機の搭載が容易であり、2006年度末時点で、ほとんどの機種が GPS に対応していた。Y、モービレの QE、モバイル音声網は、一部接続されていない、消防本部がある。 東京消防庁の統計では、火災を発見した際の市民の通報状況として、発見後にすぐ通報した例が全体の191件、先に消火し、その後すぐに通報した例が55件であった。比較的早期に発見され、何らかの対応行動を実施していると言える。火災を発見した場合の最善行動としては、まず周囲に知らせ、通報することが重要である。 その後、消火行動や避難を開始する。聴力、発話障害があるものが、周囲に人がおらず119番を依頼できない場合に、スマートフォンのアプリを活用した通報を受け付けている、消防本部もある。従来のファックスないしメール通報では、GPS を指令室に送信できなかったが、アプリにより自動的に送信され、場所の特定が容易に可能となった。 自動通報は受信する消防本部の体制によるが、社会福祉施設旅館や休日や夜間に無人となる施設などから自動火災放置設備が発報した旨の情報が自動的に消防へ送信されるシステムを言う。名称は様々だが、友人直接通報と無人直接通報の二つに分類される。友人直接通報この通報は、 社会福祉施設旅館やホテル等で設置されている自動火災放置設備以後、自家放という。と、火災通報装置を連結させ、自家放の発放により、自動的に所在及び建物名称が消防機関へ送信されるものである。自家放の発放と同時に情報が合成音声で送信される。無人直接通報この通報は、 休日や夜間に無人となる施設が対象である。自家法の発報があるとその情報が消防機関へ送信される上に建物関係者へも直ちに送信される。なお、建物関係者も20分以内に現場に駆けつける必要がある。この他、休病時などにペンダントを謳歌し、消防、救急隊が出場する緊急即時通報や緊急通報システムなども存在する。 聴取内容からバイスタンダーによる応急処置を要すると判断した場合は、電話回線を切断せずに、口頭指導を実施する。救急隊が現着するまでの時間を活用し、救命率の向上、傷病者の社会復帰につながる。指導項目は、心肺蘇生法、起動異物除去法、止血法、熱傷手当、 指輪と切断手当であり、高頭指導の実施者は、指令業務従事者のうち、救急救命士、救急隊員資格者、応急手当指導員である。ドンキホーテ放火事件で火災を通報した女性店員が逃げ遅れて死亡した。消防が通報者は屋外の目撃者であるとは限らないという点を想定していなかったためという指摘もあるが、 通報の影響など逃げ遅れた際の状況については正確には判明していない。ドン・キホーテ放火事件も参照。火災と救急の出動要請を兼ねるため、最初にどちらの事案であるか明確にする必要がある。通報を受けた司令台オペレーターは必ず火事ですか、救急ですかと問うので、これに答えればよい。ただし通報者は往々にして動揺し、場合によっては、 パニック状態になってしまうため、オペレーターは強い口調で繰り返し尋ねることがある。これは通報者を落ち着かせて身の安全を確保させるとともに最も重要な住所などの情報を得るためである。極度の焦燥により意味のない言葉を繰り返したり、不完全な住所しか言えなくなっていたりする。もし自分はちゃんと言ってるのに何度も聞き返されるとしたら、それは 必要な情報が抜け落ちていることを意味する。通話中に何らかの事情で通話が切れた場合には、指令台側からかけ直してくる。まとめると次のようになる。火事と救急の種別発生場所、位置町、町名、番、号、ビル、会、または目印状況住所表示ステッカー1例。昨今の携帯電話の普及に伴って、外出先での通報が増加しているが、 通報時に正確な住所が不明な場合は、住宅、建物等入り口に取り付けてある住居番号表示板、目標となる近くの大きな建築物、電柱や自動販売機に書かれている住所。その他は公衆電話の整理番号などでも場所の特定が可能。日本自動販売システム機械工業会の社会貢献の取り組みとして、 警察や消防機関と連携して2005年から自販機に住所表示ステッカーを貼り始めた。脳血管疾患などにより119番通報してもうまく言葉を発せない場合がある。指令室から受話器を複数回叩いて都市時し応答があれば緊急事態であると判断し緊急車両を出場させることになっている。東京消防庁などでは 相手方の応答がない場合でも通報者のかすかな変化をとことん確認するように日頃から指導しており都内で脳拘束のために救急要請した男性が発語できず起点を聞かせた司令課職員が23区名を順に読み上げていき合っていれば受話器を連打するように指示したこれに対して応答があったためこの方法で町名や番地も特定 一命を取り留めたとの事例も発生している。同様の事例としては、2000年に京都市消防局が脳梗塞症状の男性が2日にわたり、計20回も家電したにもかかわらず、発語がなかったという理由から、いたずら電話であると判断し、救急隊を出場させなかった。当時司令課職員は、複数回の家電を確認し、相手方がすでに特定できる旨を告げた。 しかし、その後さらに家電があったのだから、何らかの緊急事態が発生していると、疾病のためにうまく、発語できないと想像するには、固くない。担当した職員は、明定で意識朦朧状態の者が電話をしていると、感じた胸を供述しているが、意識朦朧状態の発語であると感じたならば、泥水以外の自由を想定すべきであった。裁判所は、視線を彷徨い。 医療機関での処置が遅れたことは相当の苦痛。不安が継続したと思われるとし、いたずらを前提とした消防局の対応の不備を認め、医者料の支払いを命じている。この男性は処置の遅延により、後遺症が残っている。地震等の大規模な災害時には119番にダイヤルしてもつながらないことが多い。原因は概ね。 電話回線の混雑を回避するための発信規制だが、稀に電話線の断線によるものや交換機設備の故障の場合がある。発信規制をかけられると、一般電話からの119番への発信ができなくなる。これは、携帯電話、PHS においても同様である。NTT は、発信先によって規制をかけられる方法を考案すべきとの意見もある。また、常時、 非常時にかかわらず、一定のエリアから複数の発信があると話し中となる場合がある。これは着信側の回線数が決まっているためである。回線数を増やすことは可能だが、それに対応できるかは別問題。消防では、大規模災害時には、急を要する要請ではない、問い合わせに119番を使用するのは控えてほしいと、し、付近に要救助者がいる場合には、 119番をかけ続けるのではなく周囲の人と連携して救出活動を実施するのが望ましいとしている。前日の通り大規模災害時には市民から多数の出動要請が入電することが予想される。出動可能体にも限りがあるため緊急性の高いものを選別する必要があった。2016年の熊本地震の本震時は 熊本市消防局2700件の通報があったが、実際に部隊が出動した件数は、およそ4分の1の450件に止まった。人命最優先で出動させるとの指令室の判断による。2011年の東日本大震災時には、通信事業者の中継局が津波で被災し、広範囲にわたり、電話が使用不能となった。 被災地を管轄する消防36本部のうち、およそ25%にあたる旧消防本部において、通信の途絶が発生した。これは、指令室や非常電源の被災による電源供給の停止も原因である。また、一部消防では、バックアップ回線の利用により通信を確保、119番通報の受信を回復したところもある。 119番通報集中時の緊急度に応じた、選抜、119番回線の途絶に備え、通信事業者の迂回回線を設置するなど、大規模災害時における方策の取りまとめが急務である。近年、緊急性が認められない119番通報が増加しており、救急隊が到着、傷病者を病院へ搬送するまでの時間が長くなる、傾向、 また出動させられることにより、真に救急対応が必要な傷病者のための救急出動が困難になっている。救急車は緊急に病院に搬送しなければならない傷病者のためのものであり、緊急性の低い県に用いてしまうと、真に救急医療を必要とする人への対処が遅れる原因となる。病気や怪我の場合でも緊急の救助が必要な場合以外は、 タクシー等の手段で病院へ行く、要消防機関は呼びかけている。東京消防庁は2007年6月1日より救急搬送トリアージを施行している。この制度は緊急性が認められない救急の要請に対して自身での医療機関受診を求めるものである。しかし現場で緊急性がないと判断しても通報者の希望を拒否できないことになっており、 搬送するケースが多いのが、現在のところは実情である。2010年10月31日には、山形市で山形大学の学生が体調不良で119番通報したが、市消防本部は緊急性が認められないと判断して、救急車を派遣せず、タクシーで病院に行くよう指示するに留めた。学生は通話後死亡し、 遺族が1000万円の損害賠償を求める訴訟を提起している。山形市は、出場要請が取り消されたと判断した、との姿勢を崩さなかったが、1500万円の解決金を支払うことで和解した。2018年10月1日現在、北海道札幌市周辺、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県横浜市、新潟県、 大阪府、奈良県、兵庫県神戸市、鳥取県、和歌山県田辺市周辺、福岡県の13地域では、真に救急車を必要とする者に対して、効果的に救急隊が対応できる体制を構築するため、応急手当の方法、近隣の救急病院の案内、救急車を呼んだ方がいいのかどうかなど、緊急性の低い事柄に対応する組織を設置している。 ここには、医師や看護師などが常駐し、聞き取り、内容から救急車を出場させるべきか、自力で医療機関に向かわせるべきかを判断する。軽症者の安直な119番通報を防止すると同時に素人判断で軽症と判断され、手遅れになる事例の防止も目的としている。これらの組織には、で始まる7119番へ電話することでつながるが、呼び名は 実施地域によって異なり、2018年末現在、救急安心センター、救急相談センター、大人救急電話相談、救急医療電話相談、救急電話相談、大人救急ダイヤルとなっている。最近では2019年1月28日より、山口県岩国市と脇町を含む、広島市、呉市など、広島広域都市圏中数都市において、 救急相談センターが開設された。以下に東京消防庁管内の救急相談センター受付件数を記す。2015年、横浜市消防局管内で発生した火災により、出火建物の居住者から入電した119番通報において、司令員との意思疎通不足により、消防隊の出場に遅延が発生した。消防隊の現場到着時には炎症が拡大し、 通報者が死亡するという事例が発生している。消防局の発表によれば、火災発生直後に出火元の居住者からの第一歩があった。指令員の呼びかけに応答したものの、発音が悪く聞き取ることができないため、何度か聞き返している。しかし、救急車は必要ですかとの問いに、いらないと応答し自ら切断したため、出動の用はないと判断した。が、 その後付近住民からの119番通報が相次ぎ、部隊到着時には2階にまで延焼。消火活動への遅延が発生した。この事例について消防局は通報者とコミュニケーションが取れていなかった。話ができていたら結果は違ったとし、再発防止に向けた対策検討委員会を立ち上げた。なお、この通報者は 緊急性が薄いと思われる119番を百数回にわたり加電していたことが判明しているが、通報時に司令員の判断に影響したかどうかについては、またあの通報者からかという気持ちが全くなかったとは、言い切れないとしている。いたずら電話の内容に虚偽の通報があった場合は、消防法第44条20号の規定により30万円以下の、 罰金または交流の処罰対象となり、通話履歴などから実際に検挙されている。また、偽系業務妨害罪で、懲役2年の実刑判決を下した事例もある。挙法と区別しなければならないのが、焚き火や調理中に発生する火災と見間違う戒炎や、緊急性のない冷水車に対する救急要請などの誤報である。なお、 非常ベルが何者かによっていたずらを歌されているなどの出場も抗議で誤報と位置づけている。前提として疑わしい煙が発生する行為を実施する場合には消防機関への事前の届け出を要する。なお、誤報については原則親切心から行うものであり、罰則規定は設けられていない。消防では火事だと判断して通報したものであれば、 たとえ誤報でも災害が発生していないのが一番なのでためらうことなく通報してほしいと広報している。中国の消防車。車体に119と書かれている。緊急通報のための電話番号は世界共通ではない。例えばアメリカでは911番、イギリスでは999番、EU 加盟国の多くでは112番である。いくつかの国では 日本と同様に119番が救急、消防に割り当てられている。韓国の救急車、車体に119と書かれている。大韓民国及び中華民国では119番は救急及び消防に割り当てられた緊急通報用の電話番号となっている。韓国及び台湾では電話網の導入が日本統治下で行われたため、もともと 119番が総合的な緊急通報のための電話番号であった。110番の運用開始は戦後であるため導入しておらず、韓国では112番とした。台湾では日本に習って110番とした。韓国では韓国消防防災庁により運用されている。通報者の位置は回線が接続されると指令台側で自動的に特定され、 韓国語、英語、中国語、日本語の4カ国語に対応できるオペレーターが応対する。1339番は緊急を要しない医療の情報提供ダイヤルとなっている。ポケットベルを用いた U119 救急医療サービスも一部の高齢者やがん患者向けに提供されている。なお北朝鮮は旧コメコン加盟国共通の消防0一、救急0二。 警察霊産である。ただし、北朝鮮自身はコメコンそのものには参加していない。スリランカでは、119番は、警察への緊急通報のための電話番号である。119番は、一旦、コロンボの担当部署、ポリスエマージェンシー・ディビジョンにかかり、そこから各地の警察署へ割り振られる。元は、スリランカ内戦時に、テロ通報用番号として導入された。 ワンクッションコールとは沖縄県において119番が運用されていなかったり等、壁地に所在する診療所在勤の医師等医療従事者の心身の負担解消と安全に医療従事できる環境づくりのため夜間、休日の救急に関する連絡を役場、消防本部、消防団、委託を受けた警備会社が受け付け、その判断を経て対応を行う仕組みである。 その電話番号は119番のような特番でなく、市外局番から始まる、通常の加入者電話番号や、090から始まる、携帯電話番号が用いられていた。ワンクッションコールは、2011年3月時点で、国上村、伊部屋村、伊勢名村、家村、う潤町、渡嘉敷村、座間村、戸名木村、阿国村、北大東村、南大東村、田良間村、 竹富町及び与那国町で運用され、2013年6月からは南城市にも導入された。その後、沖縄県消防指令センターの運用開始に伴い、2015年10月から12月にかけて市町村ごと順次以降、119番へ移従来のワンクッションコールは廃止された。電気通信番号規則により、日本の消防機関へ緊急通報用として定められた。 電気通信番号、不発弾を発見した場合でも通報可能だが一般的には不発弾発見時には絶対に触れずに直ちに110番通報するのが正しい。一般社会でいう電話のこと。クロースドシステムの組織内電話である警察電話や鉄道電話等とは区別される。電話局より電話加入者に付与された電話番号のみによって 回線接続される通話システム。1926年12月24日までが対象15年。12月25日から1週間だけが昭和元年。したがって電話自動化の開始年は対象15年である。ただし通報を怠った場合の罰則は規定されていない2019年2月21日現在、救急の日は9月9日で、1982年に、 当時の厚生省が制定。1877年11月に横浜のバビア商会が電話機2台を輸入し工部省に納入したものが日本初として最有力視されているが、工部省の森義手がアメリカから持ち帰ったものや江本武明が海外から送られたものが先ではないかという説もある。1885年11月11日。 消防本所直轄の初めての消防発出所として、万世橋浅草橋の両派出所が設置され、ここに英国から輸入した馬引き、蒸気ポンプを配備していた。ただし68から100、108、117、120から136、179から200が、欠番郵便と電信を取り扱う、郵便電信局は、市民から、郵電局と略称されていた。 わずか7年後の1913年6月13日に消防部に解消された。さらに消防署の下に出張所が置かれたが、警察電話のみだった。明治45年の大阪では、以下の通り、大阪府警察部消防課西3560番、東消防署東3850番、西消防署西3330番なん。 消防署南2310番北消防署東3851番翌1909年6月20日新橋電話局区内に芝電話局が開業し芝4番という若番を獲得した3年後の1911年12月15日何羽電話局区内に本所電話局が開業し本所27番という若番を獲得した A クレイは 火災だけ。犯罪などの通報には、警察署の加入電話番号が必要。同じ町名でも何町目かで、担当消防署が違うことがあり、非常に複雑だった。また、新しい電話局が開局する都度電話加入区域の境界線が変更されもした。かつては、何は電話局の加入区域内にも第一消防署と第六消防署があったが、 本所電話局の開業で第6消防署はそちらに収容された。1897年、電話交換局事務規定で故障を電話番号簿に改めた。さらに戦後には電話帳、タウンページになった。例えば、小石川電話局は第4消防署へ、下谷電話局は第5消防署へと定めた。なお京橋電話局だけは消防署ではなく、 1> 第1消防署の築地出張所へ接続した。継承後の問い合わせを対象外とするため、火災の通報用であることを明確にし、問い合わせ電話を避けるため。ABC 本表は、漢方よりの引用に際し、読みやすくするため、一部に現代金遣いを混ぜた、ひらがな表記とした。AB、自動電話とは、鉄道駅や街頭に設置されたコイン式電話で、 現代の公衆電話に相当する。投入されたコインの種類により異なる金がなる。交換手が金の音で料金の支払いを確認した。なお、大正15年の自動交換式の導入直前に、自動電話を公衆電話に解消し、自動交換式との混用を避けた。中型以上の郵便局の窓口の横に電話通話室を設けた。この電話を公衆電話と呼び、料金は、 郵便切手で支払った。また、この場所のことを電話書、通話書、通話局と呼んだ。ガキの国四百429号、通話料に関する文言が削除されたこの、消防研究所の1949年調べでは、自動化はされたが、通常の加入者番号で通報を受けていた都市が、熊谷市、飯田市、瀬戸市、金沢市、彦根市、高槻市、田辺市、 小島市、三原市、宇和島市、中津市、佐伯市、唐津市、荒尾市の14あった。全国の県庁所在地管葬後の自動即時化の完了でさえ、1967年までかかっている。1922年に、低心省の校内電話に自動交換機が導入されたほか、いわゆる毎地と呼ばれた関東集大連局では、1923年4月1日から、 五千加入回線の自動交換を先行実施していた。すなわち、ダイヤル1なら型1回、ダイヤル2なら型を2回発生。ただし、ダイヤル0は型10回である。これを区番号と呼んだ。これを分局番号と呼んだ横浜でも加入者番号は4桁なので、電話番号は計5桁だった。戦前はこの3桁番号のことを 局用電話番号と呼び、電話番号簿の始めのページなどに大きく掲載していた。電話呼び出しとは、非加入者に電話したい場合、郵便局が相手方へ呼び出し状を配達し、指定電話局の電話書まで呼び出してくれるサービス。通話料とは別に呼び出し料が必要。この理屈上で言えば、19X も使えるはずだが、10X と 11X だけで加入者サービス用の、 番号はこと足りたし、また将来の局番拡張で90番台を使うことも想定していたようである。京橋局と本所局に続けて、下屋局3月18日、神田局3月20日、茅場町局3月28日、横浜本局及び長者町局は3月25日に自動化された。なお、東京市内では、自動局の112番と主導局の 火事が20年間ほど混在したが、横浜では、同年3月25日より、市内全域が一斉に自動化された自動交換機の導入に合わせ、全局に対して局番が割り付けられたため、これを機会に全面改定された。神田の80番に電話するには、6桁で25から0080をダイヤルしなければならないが、これまでの習慣から00をつけずに、25から80、 とダイヤルする人もいて混乱した。同様に、ガチャ、ガチャに続けて、牛込め局などの30番台をダイヤルしようとすると、113にご接続された間違い電話がかかってくる、消防官所が大迷惑なことは言うまでもない。しかし、電話番号は、収容局番、加入者番号の6桁だが、最初の局番、2を回した時点で、いきなり消防官所につながるため、 電話をかけようとした側も相当困惑したと想像される。また10番台は局番には用いずに自動交換局の加入者サービス用としていた。堀川局、天王寺局、天下茶屋分室、住吉分室港川局本局、祇園局本局、中局例えば06から1234をダイヤルする際、受話器を上げた直後に、 疑似インパルス1が発生したとすると、1から06から1234を回したことになり、3桁特殊番号106へ接続されてしまう。3年ほど遅れて、横浜中央電話局でも、東京と同じく 11X に一本化されたが、その他の地域の自動化局では、10X と 11X の両方が使われ続けた。しかし、大阪市警視庁、 神戸市警察、京都市警察には4桁の1110番を指定するなど、停心証は警察への通報用番号を統一しようとはしなかった。この頃は通達集の過剰訂正が頻繁に行われたため、運用現場が混乱していた。そこで有効な通達類だけを集め、加入電話当時無処理要領としてまとめられた。その第二章第三十節。 火災報知用電話及び警察通報用電話にこの通達が収録された。日本電信電話公社の通信局長十七日が開始式で二十日が業務開始日だった東京消防庁管内の火災発生件数は三百四十五件。発見時に鎮圧状態だった火災を除いた三百十一件が対象東京消防庁自衛消防組織工話より公衆電話ボックス。 にには整理番号の近くに住所表記がある典型的な例が、世田ガヤ局ケーブル火災、フックアップした時点で話中になるので、どこにダイヤルしたいかは関係ないしは回線、しくは、回線等、携帯電話、PHS、IP 電話についても、回線数が地域ごとに決められている札幌市周辺、大阪府内全市町村、奈良県、神戸市、 田辺市東京都、横浜市宮城県、茨城県、新潟県、福岡県、埼玉県、鳥取県広島県、広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、秋田方市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、秋太田町、山口県、岩国市、脇町歴年での集計救急要請を含む、 相談前救急要請及び救急相談のかけ直し依頼を含む。ありがとうございます。